どうもハンサムクロジです。今日はですねトロンヌというプリンとパンナコッタが発売されていたので買ってきました。リクエストいただきまして、僕知らなかったんです全然。トロンヌ濃厚ですかね、濃厚ベリーソースパンナコッタと黄金カラメルクリーミープリンの2つです。これ何が特徴的かって、こうソース見てください、このパッケージソースがこっちのちっちゃい方に入ってて、蓋を開けてこれを折り曲げてソースをねプリンにかけて食べると、出来たてっぽい感じのを食べれるっていうのが売りのね商品でございます。ということで食べていきたいと思いましょう。食べていきます。そうそう全然関係ないんだけど、恐ろしく賞味期限が長いんですよね。6月21日までです。かなり長いです開けます。おあらららら、すごいですね。これソースと本体の蓋が同時に開くんですね。これかけますよ。ここをパキッと折ると、こうやって持ち上げて、よいしょ。あ、大丈夫？おお。あ、なんかパキッとかいかないんだ。結構ゆっくりですね。これをですね、俗にトロンヌするって言います。トロンヌ。トロンヌ。これすっげー美味しそうだよ。これソースのこの色合いいいですね。香りも甘酸っぱくてすっごい美味しそう。うわ、なんかいっぱい取れたよちょっと、うわ、あ、美味しそう。パンナコッタがトロンヌしちゃいましたね。なんてこったじゃあいただきます。絶対美味しいでしょ。あ、たまんねえ、たまんねえやつだ。うまあの口の中でこうパンナコッタがトロンヌしました。すっげえうまい。これちょっと待って、もうちょっと食べる。あ、うんま。あのソースがすっごい美味しいです。甘酸っぱくて、でこのパンナコッタもね、ほんとトロンヌっていうだけあってトロトロ、口どけがめちゃくちゃ滑らかですね。これはうまいぞ。うん、うまい。もっと全部出て、いいぞこれソースが確かにこだわりがあって、いちごピューレをベースに4種類のベリーの果汁を合わせた色鮮やかなソースなんだそうです。あ、カシス果汁、やっぱお酒が入ってるんだね。お酒の香りが結構しますよ。そうそう、カシスだねこれ。はい、というわけでごちそうさまでした。これすっごい美味しいな。キューハンサムです。ありがとうございます。ソースもトロー、パンナコットの口の中でトローみたいな、その2つが合わさってトロー美味しいっていう感じですね。はい、じゃあ次メインですよ。メインディッシュ、黄金カラメルクリーミープリン。あららら、らプリンがもう黄金、美しいですね。卵っぽいプリンの匂いとカラメルの香ばしい香りがします。はあ、たまらん。じゃあトロンヌします。よし、正面からいきますよ。レッツトロンヌ。あ、スーパースローでみたいな。これ、うわ、素晴らしい素晴らしい。かなり色濃いかなと思ったカラメルプリンに かけたら琥珀色に輝き出しましたよ皆さん。素晴らしいですね、この透明感と美しい色。脳みそがとろんで、あ、香りもね合体しました。卵の香りと香ばしいカラメル、これね、あら、これ大変、すっごい美味しそう。このカラメルはやばいぞ。やばいカラメルだこれは。ヤバメルですねこれ。じゃ救いますよ皆さん。よいしょ。あらら。意外とこうプリンはね、スプーン入れた感じあんまり硬くない、ホロホロっとほどける感じですけど、このカラメルと組み合わさった感じ、この美しい水面これたまらんぬ。いただきます。うまんぬ、うまんぬ、このプリンうまんぬ、舌がとろんぬ。
いや本当真面目な話、すごい美味しいです。公式サイトに元ホテルマンのねスイーツ王子ルイっていう人がねコメントしてるんですよ。トロンヌって仕組みも画期的だけど、プリンの舌の上で溶ける感じ、口どけとカラメルの苦味がすごい美味しいみたいなことをおっしゃってて、プロモーションだからね、公式サイトだからそう言ってるんじゃないか、おいおいと思って食べたら、まあ口どけがすごい。さすがルイ様。コンビニとかスーパーで買える系のプリンで、ほんと1人を争うくらいのうまそう。ほんと口どけ半端じゃないです。カラメルも苦味があってバランスがすごい。ごちそうさまでした。大変美味しかったです。ジューハー様です。ありがとうございます。この口どけ、そしてカラメルの甘みと苦味、あと香りですね、香ばしい香り、すごい良かったです。特にカラメルソースが本当に美味しかったです。もう満点なんですけど、ちょっと1個あるとしたらですよ、本当に滑らかでクリーミーで美味しいんですけど、ちょっともったり感が強めなので、後半ちょっと口に残る感じがね結構あるんですよ。もうちょっとこうすっきりとこう溶けてくれると、さらにね美味しくなるんじゃないかなと思いましたね。でもすっごい美味しい、これはね本当おすすめです。どっちも美味しかった、パンナコッタもプリンも。これは多分定番になります。次多分ギリシャヨーグルトバージョン出ますね。こっちに蜂蜜入ってて、あと杏仁豆腐ね、マンゴーソースと杏仁豆腐とかねあるな。コーヒーゼリーにこうクリームね、ある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 よ。というわけでトロンヌシリーズ発売されて2つ食べました。すごい美味しかったです。勧めてくれた方本当にありがとうございました。またお会いしましょう。以上ハンサムクラジでした。さようならぬー。